はい、皆さん毎度毎度、はい、美容室に行ってね、オーダーの仕方ね、まあいろんな美容師さんいるけどね、趣味嗜好はお客さん言ってもらいたいよね。前髪長いのは嫌いとかね、顔周りにね、ワンレンみたいな重い切り口は嫌だとかね、レイヤー入れてくれとかね、シャギ入れてくれとかね、で後ろは重いのが好き、薄いのが好きね、で髪の毛乾かすのがめんどくさいから全体に減らしてくれとか減らさないでくれとかね、まあ減らす量ってのはこれちょっと難しいけどね、バカな美容師だとね、忙しい時間に行くとね、本当に 30% セッティングとか 40% セッティングでね、ザカ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 ってね、なくなるまでいきなり吸いちゃう人もいるからね、これはちょっと注意だよね。これはもう美容師の意識レベルになってくるけどね。ね、ご新規の方来てさ、髪の量を減らすっていうのはこれ非常に難しいんだよね。少しずつ減らしてって顔色を伺いながらね、ちょっと吸いたら触ってもらってね、ほんでまあ大体いいかなと思ったらちょっと休ませて、前髪のあたり切ったりお顔周り切ったりして、でまた最後にね触ってもらうと、もうちょっとすくとかね、必ず一押し出てくるんだよね。意外とそういう方多いよね。でも本当にね、このセーニングですく、まあストロークカットですく、レザーですく、いろんなが好き方あるけどね、でお客さんによってもバラバラなんでね、こんなに髪の毛多くてすかなくていいのって言ったら、本当にすかない人もいるからね。どう見てもすいた方がいいだろうみたいなね感じなんだけど、そういう人って過去に髪の毛すいて減らされて失敗した人かなと思うんだよね。だけど今ね 10% セッティングでね、細かく入れればね、失敗することはほぼないよね。まあ中にはね、知ったかぶりのね 30% セッティングしか持ってない美容師がね、トップのつむじ回り、これをね根元付近からやっちまうようなやつもいるんだよね。そうするともう手に負えなくなっちゃってね。それとかね、ストロークカットでもね、レザーでもね、根元からあれは減らせられないんだよね。ちょっと難しくて、そうすると中間部分からガクーンと減らすっつの、根元ごっそり厚いまま中間から毛先がさ、すっかすかでないような変チクリな好き方、そういうね、なんかレベルの低い髪の減らし方する美容師もいるのは確かなんだよな。そうなるとね、直してくれって言われてもね、毛先のペランペラン切ってからねえ、で根元すくんだけど、根元すくいすいたら余計毛先がペランペランになってきちゃうからね、まあ、カットな。だから特に安いお店をさ、くるくる回ってるようなお客様、自分なんかさ、イオンとかショッピングモールとか大型のああいうとこ行くとさ、いろんな人の頭見るわけよ、後ろから。そうするとさ、やっぱり子育て世代はろくな頭してないね。まあろくな頭も減ったくるもないんだけどね、ワンレンで毛先ちょっと吸い食うぐれなもんでさ、やっぱりいい頭してるっていうのは、そういうお店に行ってないようなおばちゃん方だよね。そういうおばちゃん方ってのは安いさ、ガサガサした店行かないからね。やっぱ年配の店行ってるからね、年配美容師さんの店にね。でやっぱりちゃんとした綺麗な頭してるよね、襟足の処理とかね、絶壁カバーとかね、全体の長さの調整とかね。いい美容室というより、あ、ベテラン先生が切ってるなってのは分かるよね。だけどね、そのベテラン先生っていうのはね、今の日本の美容業界じゃね、必要とされてないからね。おじさん美容師、おばさん美容師なんか行くもんじゃないわよってね。いや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 、まあどこにでも行ってくださいと。もう大体我々ね、30代の先生の仕事なんか何ができるって分かってっからね。こうやって挑発的に言うとね、30代の先生がね、なんだこの野郎親父なんて言うかもしんないけど、あと10年ね、美容師できてたらね、振り返ってごらんって、もしやってたら10年ほんと10年前の仕事ってバカだったなって思うんだよね。はい、お疲れ様でした。